1>, 1分でわかる今川氏の生涯天文7年駿河の戦国大名今川義元の子として誕生永禄3年から永禄12年桶狭間の戦いで父義元敗死。 家督を継承するが、するが、とうとうみ、三河を奪われる。元気2年から慶長19年、家康の援助を受けて生涯を過ごす。77歳で死去。